もうやっぱりだんだん紙の時代が終わりに近づいてるのかなっていうのがあって、でもっと PC とかその iPad みたいなものとかそういうので漫画が読まれるようにこれからなっていくのかなと思って、であればもうこういろいろ僕も出版社に不満を持ってたので、自分でそういうサイトを作ってしまえばいいんじゃないかなっていうことですよね。で、僕が作っちゃって他の人も使えるようにすれば、みんながお金かけて作る必要もないんで、だから僕が個人的に作ったものをみんなにも開放するっていうのがいいのかなと思った。